3人の中で付き合いたい人は、卵ふわふわ、エッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、キャオちゃんです。今日はエッグヤザワ軍団のメンズたちをもてあそんでみようと思います。エッグさん来てください。はい、どうもエッグヤザーです。エッグさんです。何キャオちゃん今日は。いやでも無敵テレビが始まってから、うん、代々木公園で、うんね、オーディションしてからもう1年半ぐらい経つのか。1年半ぐらい経ちますね、うん、いろいろ仲良くなっていいところをいいところをいっぱい見てきたって言うね、うん、見れないキャオちゃんのことX さんのいいところは、うん、いいところはって偉そうやけど、あ、全然いい全然上から来ていや、あのなんか一緒にいてワクワクするね。あ、楽しい。そうなんだよ、よく言われるワクワクするって、うん、次はどこに行くのか何するのかなとか、夜はどんなのかなね、ほんでなんかいつも楽しい話をいっぱい聞かせてくれるし、うん、一緒にいて楽しいですありがとう、ありがとう。じゃあまたね。じゃあまたね。じゃあ次はミカエル。ね、楽しいね。いい笑顔だね。いや、ここだけの話だけど、はい、ミカエルは3人の中で一番まともだよね。あ、本当に安心する。もうミカエルがいてよかった。はい、落ち着いてるし、若いのに落ち着いてるし。たまに地図とかあんま読めてないけど努力するやん、しっかりしてるし、なんかいつも調べたりしてくれるのはミカエルなので、はい、素晴らしいと思います。じゃハグしていいですか。エッグさんに見られないうちにする。え、いいですか。あ、じゃあまた今度。タケキン。はい、どうも。はい、どうもお世話になってます。お世話になってます。タケキンは、はい、可愛いんだよね。あ、ありがとうございます、はい、なんかダメな弟みたいで、あ、はい、自分がしっかりしなきゃ守ってあげなきゃとか思うところは多々あるんやけど、はい、でも細かいところに気が利くし、はい、なんかドア開けてくれたりさ、椅子引いてくれたりさ、はい、お茶とか絶対いつも入れてくれるやん、はいはい、そういう気配り、本当に根っから優しい人なんだなと思って、はい、めっちゃめっちゃいいと思います。あ、はい、ありがとうございます。では今から全員を呼んでみたいと思います。エッグヤザー軍団集合。はい、はい。いや、楽しい軍団に誘ってくれたんで、ありがとうございます。はい、こちらこそね。みんな楽しそうだね、嬉しそうだね、うん、この中でキョウちゃんさ、うん、付き合うんだったら誰そろそろね、誰にしようか。まあ付き合うって言っても、まあ、2人でデートからかな。そうそう、まあ、いきなりはね、うん、いやでもさ、もしミカエルって言ってしまうと、なあ、だと、うん、つまんない、一番つまんない、一番つまんない、マジで見てるやつらも絶対面白くない。ほんで、じゃあタケキンって言ってしまうと、もうただのね、なんか安牌、うん、もうボケに走ってな、さすが無敵テレビってなっちゃう。でもなんか、うん、X さんって言うと、まあ、ガチだよね。ガチだね。ガチ。ガチかな。え、ガチ感が出ちゃう。コメントでも2人付き合ってんのかとかね、伺われてたし。まあ別に言っちゃってもいいかなとは思ってんだけどね。何をかな。あ、何でもない。っていうことを考慮すると、3人の中で付き合いたい人はいません。
聞いてたということで本当にガチハグしてもらえると思ってたんで、ちょっと本気で今ちょっと期待してましたが、いないということで、来年もエクヤザ軍団をよろしく。バイ。あ、ぶっちゃけここだけの話ねまあエッグさんかな内緒で